昔、あるところにとても貧しいおばあさんが暮らしていました。世間ではもうすぐお正月、みんなお祝いの飾り付けやごちそうの準備をしています。しかしおばあさんにはそんなものを買うお金はありません。おばあさんはなんとか飢えと寒さをしのぎ、年を越すために一生懸命エロ漫画を描いていました。そうして大晦日の朝にどちゃくそエロい会心の一作が出来上がりました。おばあさんは町へ出てそのエロ漫画を売り始めました。エロ漫画、エロ漫画はいらんかね。とってもエロいエロ漫画だよ。 100% の簿記保証付きだよ。あ、お姉さんどうですか、エロ漫画いりませんか。いらねえよバカ。キャ、まったく買い物の邪魔をするんじゃねクソババ。はあ、せっかく一生懸命描いたのにぐすん。ギュルルル、お腹空いたわね。おばあさんは一冊も漫画を売ることができず、無一文でとぼとぼと帰路に着きました。あたりは薄暗くなり雪が降り始めていました。ああ、寒いわ。でも灯油も買えなかったし、今夜あたり飢えと寒さで死んでしまうかもしれないわね。あら、お地蔵様だわ。こんなところで一人ぼっちでさぞかし寂しいでしょう。きっと童貞だわ、かわいそうに。そうだ、私の描いたエロ漫画をお供えしていきましょう。お地蔵様、どうかこれでいっぱいしこってくださいね。良いお年を。こうしておばあさんは自分のあばら屋へ戻ったのでした。そしてその日の夜遅く、おばあさんの耳元にどこからか掛け声が聞こえてきました。エッサホイサ、エッサホイサ、エッサホイサ、エッサホイサ。お地蔵様の声です。お地蔵様はおばあさんからもらったエロ漫画がとても気に入って、掛け声とともに夢中で線ずりをしていたのです。エッサホイサ、エッサホイサ。おばあさんはその声を聞いてとても幸せな気持ちになりました。あ、よかった、本当によかった。私は良いことをしたんだ。誰からも愛されず誰も愛さなかった私だけど、そんな私にもこの世に生まれてきた意味があったんだわ。そうしておばあさんは幸福感に包まれたまま静かに息を引き取ったのでした。外ではしんしんと雪が降り続き、町も野山も白いお化粧をしているようでした。さあ、朝になれば新しい一年の始まりです。新しいたくさんの命が生まれまた消えていくのです。エッサホイサ、エッサホイサ。おばあさんありがとうなのだ、おばあさんありがとうなのだ。